見るな。はい、こんにちは、カパパです。昨年11月に栃木県宇都宮市を車で出発して九州の九十連山を登ってきました。往復で2800キロのロングドライブとなりました。その時の登山動画は主峰九十山登山編と九州本土最高峰の中岳登山編、この2本を公開させていただいておりまして、多くの皆さんにご視聴いただきました。そしてね、今回の動画なんですが、その時の車中泊の様子や旅の途中で目にした絶景などポイントでご紹介させていただきます。宇都宮から大分までの3日間を1日ごとにご紹介しようと思います。今回の第1話は栃木県宇都宮市から岐阜県道の駅美濃加茂までです。どうぞご覧ください。この車はね、30系プリウスです。はい、この車でね、九州に行ってきます。はい、基本はね、一般道で行きますので、車中泊の道具を積んでます。前の席なんですが、助手席側はテーブル兼調理台になってます。でナビはね、スマホを使います。助手席ヘッドレストに GoPro を装着してます。まあ大体こんな感じです。最近再びコロナの感染者の数がだいぶね増えてきちゃってます。で僕もね、まあ、その辺は非常に気をつけて、まあ、絶対うつらない、うつさないという感じで、まあ、行こうと思ってるんですが、まあ、そのためにね、なるべくいろんなとこ寄らずに済むように、まあ、車中泊しようと、まあ、いうようなことで考えてますんで、まあね、車の外に一歩も出ないっていうと病気になっちゃいますけど、まあ、極力出る時も、まあ、人がいるかいないかを配慮してね、まあ、無事九州まで行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、あのね、出発して2、3分経ってます。今走ってる道は、まあ、平成通りって言いまして、宇都宮市内から鹿沼インターチェンジの方に向かう道です。でこの目的地っていうのは、まあ、最初から話しちゃいますと、九州の九十連山に登りたいので、牧野登の牧野登峠のなんだっけ、レストハウスかな、そこの駐車場が目的地なんですね。でそこまでね、高速乗っちゃうと16時間ちょっとなんですよ。ただ16時間ちょっと運転してるわけいかないし、またいろいろ費用のことも考えて、まあ、下道と高速を、まあ、ハイブリッドでねまあいい言い方するとね、ハイブリッドで、まあ、行こうとしてるんですが、まあ、この高速に向かう道は、まあ、素通りしてね、まあ、高速に乗らずに、まあ、しばらく下道で行きたいと思います。まあ、渋滞してるんでね、朝飯食っちゃいます。今日の朝飯はカレーパン車内で食べる分は、まあ、近所の激安スーパーでまとめ買いしてあるんで、まあ、カップ麺もパンも、まあ、大量に積んでますが、まあ、なるべくね、まあ、外に出ないで済むように、まあ、そういった積んでるものからね、先に消費していきたいなと思います。はい、今ね、足利の手前なんですよ。でいろいろハプニングがあってね、予定より1時間ぐらい遅れてるんで、高速に乗っちゃいます。これ北関東道ですね。でね、まあ、こっち運転してる方だったら分かると思うんですけど、あの群馬県内の、まあ、伊勢崎とか、まあ、桐生とかね、まあ、あの辺すごく混むんですよ、下道がね。はい、今ね10時22分上信越道に乗りました。
ね山登らないんで、まあ、天気はどうなっていいんですけど、まあ、それにしても、まあ、だいぶ長野の方が曇ってますね。下仁田インター降りたのはいいんだけど逆に行っちゃいましてね、今10分ぐらいかけて、まあ、戻ってきたところです。でこっちが、ね、正しい方向です。やっぱりねナビつけないとダメだね、はい、で今日のね一応仮の目的地なんですが、道の駅の美濃加茂っていうところです、岐阜県です ね行ったことはもちろんないんですけど、一応なんでその辺にこう定めたかというとですね、下道で運転したとしてまあだいたい僕の集中力じゃ8時間が限界だろうと、まあ、若い時はねなんかもう18時間とかぶっ続けて運転できたんですけど、目は見えなくなる、反応は鈍くなるでね、最近どうにもなんないんで、休み休み行って8時間ね、連続運転じゃなくて。まあそんな感じでね、8時間が限界だなと、まあ、いうようなところで定めたのがですね、だいたい美濃加茂あたりなんですよ。まあその美濃加茂に向かってね、まあ、進んでいきたいと思います。はい、さっきからねずっと国道254号254を走ってます。あの変わった形の山で有名な荒船山の登山口も、まあ、この道沿いにあります。はい、11時50分なんでそろそろお昼の休憩ですね。ホットパーク朝品っつってね、ここもよく登山の帰りで、ね、使わせてもらうとこです。はい、今日のお昼はですね、まあ、インスタントの味噌汁、お味噌をね、味噌は生味噌タイプのやつですね、こんなやつです。それとねさっきね道の駅で買ってきた味噌おにぎり、まあ、信州来たらねやっぱ味噌でしょということで、まあ、味噌と味噌ダブル味噌なんですけど、うん、なんかすごい甘くて美味しいですね。でネギが効いてる、うん、あ、うめえ、あったかいのはうまいね。あのカメラの向きではこう逆のこっち側にね諏訪湖が見えてます。お見せできないのがね残念ですけど、はい、名古屋142キロ、中津川71キロで基礎が16キロってなってましたね。まあ、基礎まで来ちゃってね。大きさはね、中ぐらいの道の駅ですね。食べたかったなと思ってね。
はい、今ね4時20分ぐらいなんですけど、一応今日の予定地まであと1時間ぐらいなんですね。でどっかでねスーパーがあれば寄ってねビール買いたいんですよね。ビールやっぱりねこんなに苦労して運転してますからね、まあ、頼まれたわけじゃないけどね、やっぱりね一日の最後はこうビールでカーッとやってね、まあ、バタンと寝たいんで、これね、だいぶ暗くなっちゃったんですけど、今だいたい5時です、宇都宮から380キロぐらいを走ってきました。で今日の目的地の美濃加茂なんですが、一応ナビだとねあと22キロぐらいですね。で時間はねあと20分ぐらいで着く予定になってます。はい、なんかね暗いところをゴニョゴニョ来たら目的地に着いちゃいましたね。道の駅美濃加茂、でかいねここね。地図でさだいぶでかいって分かってたんだけど、うわーすっごいここほんと広いわ。はい、今ね6時40分ぐらいです。ちょうど30分ぐらい前にここは岐阜県の道の駅美濃加茂に着きまして、まあ、そっからねビール買い忘れてまた近所のローソンまで行って買ってきたりとかね、あとまあ、体拭いたりとかね、まあ、いろいろして今の時間になっちゃいましたけど、まあ、やっと落ち着ける時間帯です。宇都宮から、まあ、下道高速併用で約400キロ、時間にしてみればですね、まあ、出発時間から考えれば、まあ、約9時間半ぐらいですね、まあ、運転時間8時間ぐらいなんですけど、まあなんとか無事約400キロを走破して岐阜県に着きました。これプリウスの中はまあこのような100均のですね保温シートで目張りをしてます。で後ろはねこれごちゃごちゃってなってますけど、もうすでにお布団を敷いちゃってます。後ろも同様にまあ全ての面にね粘りをつけてます。はい、まあ寝るには全然早いし、まあそもそもお楽しみの一杯が、ね、まだやってないんで、まず、まあ、ケーキ漬けに一杯まあやろうと思います。もう疲れてねぐたぐたよ。本当に。はい、それではね、まあ、6時44分、はい、今日は九州遠征第1日目の夜、金麦ストロングゼロとローソンのチキンですね、あとこれもローソンのチキンです。まあチキン好きなんで、よし、じゃあおっと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 、はい、いただきます。しみるな。下道7割高速3割ぐらいで来ました。まあ、高速はね群馬県内がほとんどだったんで、要は混むのを避けたんで、あと長野からねずーっと南に下ってきて、まあペースがね速い車が多くてね、まあそれについてったような感じでしたね。なんていうかな、名古屋まで30キロ、岐阜まで30キロというような看板が出て、
ああ、もうだいぶ来たんだな、まあ思ってたらですね、まあ目的地周辺ですというような案内が出て、まあここに誘導されたという感じですね。いやー疲れた。あ、今日はね、ほんと疲れてるから、もうこれ飲んだらね、寝るけど。一つだけ言えるのはね、僕は栃木県宇都宮出身で、まあ今も宇都宮に住んでますけど、まだね、栃木よりね、こっちの方がマナーがいいよ。車のマナーが。栃木は最悪。それだけは言える。今日はね、いろんなこと考えて運転してましたよ。なんせ400キロだからね。で、僕は運転中ラジオとか聞く趣味がないんで、まあその分ね、鼻歌歌ったり、まあいろんなことを考え事しながら運転してるんですけど、一番面白かったのはね、プロ野球の助っ人ね、外人。もう自分の頭の中でね、面白い名前ランキングってずっとやっててね。やっぱりね、1位はね、パチョレックかなと。うん。で、2位がね、僕的にはポンセだね、ポンセ。で、3位がシピン。まあ、そんなくだらないことをね、ずーっとやってたらね、まあ、案外時間って稼げるもんでね。まあ、言ってることぐたぐたで、まあ本当にね、お耳汚しになっちゃうと、申し訳ないんで。これで終わりにします。おやすみなさい。はい、今ね、10時15分。ここは琵琶湖ですね。まあ琵琶湖って言っても一番こう北の方です。対岸の方、まあ対岸でも本当向こうです。大見八幡はね、本当南の方で、ここは、琵琶湖の北ですね。